ギュギュしたいな、ジタジタするの抑え込んでギュってしたいな、腕組まれるのもありだよ、噛んでよりんちゃん、りんちゃんと二人で買い物に行くことになって、なんでもない顔でデートだねって言ってめちゃくちゃに意識させたい。りんちゃんのリボンはカチューシャについてますが、朝こっそり猫耳にすり替えていつ気づくかなと思ってたら、りんちゃんが出かけたのに僕が気づかず、夕方帰ってきたりんちゃんの猫耳カチューシャに切り締めて真っ赤な顔で睨んできたため反省したい。りんちゃんをチヤホヤしたい、チヤホヤされ慣れてないりんちゃんが挙動不審になるのを見てさらにチヤホヤしたい、チヤホヤしたい。りんちゃんがビクシブで鏡ねりん R18 で検索をかけるのを全力で阻止したい。ボーナス会場ではりんちゃんに床こすしてもらいたい。しかし強烈な違和感を発するぺったんこな胸に無意識に目がいってしまい、もう着替えると逃げ出そうとするりんちゃんを必死にフォローしたい。朝起きるといきなり成長していたりんちゃんにどう接していいか分からず、食事中も言葉少ないなり、ピンクのお茶とか使わせてるのがなぜか申し訳なくなりたい。食後お皿洗うねとか言われても、あ、僕がやりますとか敬語になりたい。バイト喫茶なのにメール喫茶でメールさしてるのに出くわしてぎこちない姿を収めたい。りんちゃんがいつまでたっても敬語なので、その度にお姉様のこと嫌い、ははーみたいな条件反射でなじられたい。魔法少女かってつぶやいてるりんちゃんに、りんちゃんが魔法少女になったらマジックリンだねとか声をかけたくて、でもきっと苦笑いしか返ってこないから我慢したい。帰ってきたりんちゃんがソファーで隣に座ってそのまま肩に寄りかかって寝てしまい、暖かくなりたい。りんちゃんが目を閉じて唇をこちらに向けるので、同性だしいそことも産んでしまってもそんなに問題ないんじゃないかとか考えてる。街で出会ったりんちゃんはなんとメガネをつけており、声をかけると普段はコンタクトなんだけどねと言い訳するけど、そのメガネ似合ってんじゃんと本心を口にしたところ、うつむいて無言になられたい。ずっと前から好きでしたってメールをりんちゃんからもらい、ドキッとしたい。よかったのかホイホイ送ってきて、私はノンケだって構わないで食っちまう人間なんだぜと送ったのに、いいんです私ルカさんみたいな人好きですから。はい、りんちゃんのりんちゃんのりんちゃんりんちゃん